はいどうも、キャッチミーの高雪です。というわけで今日もポケモンカード開封やっていきたいと思います。で、今日なんですけど、今日は1月14日発売、プレミアムトレーナーボックス V スターを開けていきたいなと思っております。そしてね、同時発売って言ったらいいんかな?この中に入ってる、まあ、こっちがメインになってくるかな。スターバースをバラパック10パック買ってきたんで、まあ、中に20パック入ってるっていうのは知ってるんで、実質ボックス分開けていきたいなと思います。で、次のね、動画でボックス開封も普通にやろうかなと思ってるんで、ボックス開封の方も楽しみに見てもらえると嬉しいです。じゃあ早速、プレミアムトレーナーボックス開けていきましょう。これ、俺はポケセンのオンラインで当たってたやつやねんけど、京都駅にボックスを取りに行ってて、その時にさ、ヨドバシ寄ったらさ、普通にこのトレーナーボックス置いてあって、やばーみたいな。で、ちょっと並ばなあかんかったけど、買えるみたいな状況やったんで、ちょっとね、友達の分、一応買ってきました。当たってなかった、ずっとゲットしてないって言ってたんで、やったら、買っといてあげようと思って。いやーかっこいい。で、こっから?いいやん、マグネット式。めっちゃいい。お、かっこいい、V スター。すげえ。で、まあ、こういうのはね、毎年、1月とかにね、プレミアムトレーナーボックスとかで出てるんですけれども。あ、今回の段は、ちょっとマグネット式ということで、めちゃくちゃありがたいね。で、これを開けると、おー、いいね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 。スターバースが20パックと、これなんや?これがポケモンカード。ポケモンのカード。え?お、これがトレーナーズ系かな?エネルギー、あ、エネルギー今回からもうスタートデッキのやつに変わってるんや。で、これは?あ、これもエネルギーか。オッケーオッケーオッケー。まあ、エネルギーは剣と置いといて、V スターのダメ缶ケース、ダメ缶入れと V スターマーカー。いいね。まあ、この V スターマーカーはね、デッキケースとかデッキシールドを買ってもついてくるっていうことで、まあ、手に入りやすい環境にはなってるんじゃないかな。ちょっと中身見ていこうか。これ何が入ってんやろ?めちゃくちゃね、楽しみなんですよね。まあ、このチェインボーは安定にいる。で、春らんまんのチェリム、雪わらし、雪目の子、あーはいはいはい。なんか、おー、メリープ、いいやんいいやん。で、モココエルキダイノモ。あー、こっちのモココなんね。送空ストリーム柄のモココやね。で、おー、不思議な尻尾のミュー。で、おー、クロバット V。どこにでもいんな、ほんま。で、ドーミラー、ドーミラー、ドータくん、ドータくんと。まあまあ、いいでしょう。で、こっちやなー、トレーナーズ。はい、俺ね、マジでこれ開けるん下手なんよな。うまく、なかなか向けへんのよね。ごめんね、ちょっと浅すぎてテンションが上がりきってないわ。まあ、パック開封するときには声も戻ってるはずです。さあ、行きましょう。霧の水晶。おー、クイックボールが4枚。いいね。進化の子、ツールスクラッパー。うん、ハイパーボール2枚か。うん。で、不思議な雨が2枚、釣り竿を入れ替え。あ、レベルボール。いや、おー、大きなお守り。いいね。風船。キバーナ、コルニ、博士の研究、ボスの指令は赤木さん、マリー。頂への雪道、トレーニングコート、パワフル無色、ヒート炎、エネルギーか。草だけ入ってる。草だけ入ってんのおもろい。ここに入りきらへんかったんやろな。炎からやったもんね。個人的にはお守り入ってるのありがたいよね。本当にソードから再録がなかって、ハイクラスパックにも全然再録されてなかったんで、地味に高かったから、俺もね、枚数一応2、3枚はね、ストック持ってるんやけれども、全然ないんで、これはありがたいね。今回のメインディッシュとなる、スターバース20パック開けていきたいなと思います。で、まあ、こっちはね、バラで家電量販店で買ってきた10パックなんで、とりあえず、プレミアムトレーナーズボックスの引きを見ていきたい。行きましょう。ポケセンから来た20パック、開封の準備やっていきたいと思います。いやこれ開けるだけでさめちゃくちゃ散らかっちゃうんよね。だから後々の片付けがめっちゃ大変。やっぱ当てたいんはここのパッケージにもなってるアルセウスの V スター。なんか UR とかが出るみたいなんでアルセウス V スターの UR はマジで欲しいな。あと何は欲しいやろ。まあリザードンとかの SA は欲しいし、もちろんシロナさんの SR とかもあるもんね。まあ20パックしかないんでボックス1で SR 確定っていう感じじゃないから当たるかわからんけれども狙うなら SR を狙っていきたいし、きっちりとダブルレア枠でアルセウス V そしてアルセウス V スターを引けるように頑張っていきたいなと思います。まあついでにこっちの10パックも開けときますね。じゃあまずはプレミアムトレーナーズボックスの20パックから開けていきたいと思います。さあ行きましょう。おー、
今日1個目チラチーノからスタート。かわいい。めっちゃ雪の中で踊ってるね。今日めっちゃ雪が降ってて、なんかそれと互換性があって好きやわ。で、エレブ、ほうほう、かっこいいね。で、ヤジロン、かわいい。ほい、マニューラ、あ、めっちゃなんか銀河団感ある。で、ミノマダム、ミノマダムとか出てくるんや。さあ、2パック目。いやー、マジで。やっぱ新しいイラストいいね。キノココ、ヒコザル、ピッピ。おー、いきなり来た、ネオラント V、ルミナスサインね。これ強いって言われてるやつや。カプテテフみたいな感じやもんね。このカードを手札からベンチに出した時1回使えて、自分の山札からサポートを1枚選んで手札に変える。まあ、実質ボスの指令とか博士の研究とか木花とか何でも持ってこれるっていうね、めちゃくちゃいいカード。で、おー、ムクホーク、いいね。いやー、幸先。まあ、本当にね、20パックのやつなんで、ダブルレアがどれだけ出てくれるかっていうところにも注目なんよね。実質バラパック開封やもんね。林がね、ギアール、ビッパ、オールカリオ、かっけえ。やく。で、おお、来た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 、これこれ、ダブルターボエネルギー。無色エネルギー2個分として働いて、このカードをつけているポケモンが使う技の相手のダメージはマイナス20されるということで、まあ、マイナス20はされちゃうんやけれども強いっていうカードやね。これ4枚マジで欲しい。さあ次。さあ、ナッシー、ブイゼル、ムクバード、エレキブル、ネンドール。はい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 。で、おー、ニューラ。さっきね、マニューラ出てたけど、こっち進化前やね。で、嘆き。へぇ、ヘイガニ。かわいい。なんやこのヘイガニ。え、マグマの滝壺、いいね。これもなんか炎デッキにこれから使われるって言われてるよね。自分のベンチポケモンに炎エネルギーをトラッシュからつけて、つけた時にダメ感を2個乗せる。まあ、リザードン V スターがダメ感乗ってたらダメージアップみたいなやつなんで、これはあって損ないよね。で、ブーバーンと。さあ次。そろそろダブルレア後編かな。チリン、リオル、ルクシオ、ほい。おー、ライチュー V! いいね。ファストチャージ。かっこいい。で、ダイナミックスパークも強いんよ。自分の場のポケモンについている雷エネルギーを好きなだけトラッシュして60ダメージということで、レッグーザとかの相方で使われそうやし、まあ、ライチュー単体でね、アルセウスとコンビ組ますっていうのもいいよね。で、ミノマダムか。ちょっと思った以上にね、サポート枠が出てきてないんやけれども、さあどうでしょうか。行きましょう。ポワルン、また光ってたね。打撃、ヨマワル、ほい。エルフーン V、いいね。で、ヒードラント。で、エルフーン V もね、これ、V スターがあるんで、ちょっと、種ポケモンをね、何個か持っときたかったんで、エルフーン V、いい。初ゲット、嬉しいね。これが、まあ一応 V スター枠のカードにはなっていくんで、今後、V スターが何が出るかっていうところにも注目やね。何も出えへんとかやったらマジで泣くけどな。ミノムッチ、ホッタイシ、シンボラー、おー、崩れたスタジアム。これ、なんや。お互いのプレイヤーがベンチに出せるポケモンの数は4匹になる。少ない方が優先。やば。めっちゃ強くないこれ。なんかもう、インテレオンとか、今はびこってるしさ、モココとか、無限ダイナとか、これ出されたら終わりやん。で、フローゼル。これ強いな。まあ、ミュウの方もね、ゲノセクトとかが、2枚くらいまでしか置けんくなるよね。さあ次。キノココ、フカマル、シザリガー、ベトベトン。え、おー、マナフィー、かわいい。これ確か、ミュウみたいな役割よね。ベンチワリアのミュウ。自分のベンチポケモン全員は相手の技のダメージを受けないということで、こいつ地味にね、70ダメージあるんで、クイックシューター3回で倒せへんのよな。だから、かなり強くなったと思う。さあ行きましょう。エレブ、ギギアル、カモネギ。かわいい。何このカモネギ。やば。で、キャンプファイヤー。え、ゴルーグ。あ、結構やっぱ、スターバース、V スターの最初の環境なだけあって、いいカードが多いな。で、あー、ベトベタ。コリンク、かわいい。めっちゃかわいいやん、お前。で、クマシュン、これもかわいい。おー、ファイヤー、劣化の翼。ダメ感が乗っているなら70ダメージ追加ということで、まあこれもね、マグマの滝壺の効果を恩恵受けるよね。で、トロピウス。はいはいはい。さあ、次行きましょう。おー、この絵のタッチ多いね。ブーバー。ハチリス、かわいい。カラクリサンダー。場のポケモンについてるポケモンの道具の数かける30ダメージ。で、おー、ポッチャマ。おー、ボスの指令。ここにも入ってくるんや。え、ミノマダムか。はいはいはい。今回はミノマダムとかミノムッチ系がね、全種類揃ってるっぽいね。さあ次行きましょう。ピッピ、ガバイト、ギアル、おー、フライゴン V。おっと、なんか V ばっか出るぞ。で、ドラゴンインパルス。相手のバトルポケモンが VMAX なら160ダメージ追加。その場合、このポケモンについてるエネルギーを3個選びトラッシュする。結構難しくない。ただ320ダメージはめちゃくちゃ強いけどね。ほぼほぼワンパンやん。ちょっと V スター欲しい、V スター。ガバイト、ギアル、チラーミー、仲間を呼ぶ。いいね。で、うわー、SR 来ちゃう。ただキャンプファイヤー。マジか。
いやー、まあ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 、バラパックからなんで、いいでしょう。で、チェレンの気配り、いいね。マジか、まあ、スターバース最初の SR はキャンプファイヤーでしたね。いや、でもね、バラパックなんで、まだまだ SR の可能性あると信じたい。さあ、行きましょう。ノズパス、ブイゼル、たまたま、ピクシー、で、キノガッサ、おー、キノガッサめっちゃ可愛い。さあ、次、はい、ヒコザル、ゴビット、ムックル、お、ヨノワール、スペシャルトランス。これ確かメタルトランスの役割をしてる特殊エネルギータイプのやつよね。めちゃくちゃ強そう。で、おー、ハイパーボール。いいね、いいね、いいね。いやー、ちょっと。まあまあまあ、バラパックなんで。バラパックなんで、そこまで答えてはないけど、キャンプファイヤーかーって感じやね。ブーバー、ハヤシガメ、ポワルン、ドダイトス、ヒードラン。はいはいはい。やばい、崩れてきた。ちょっと、アルセウス出てきてよ、アルセウス。マジで頼むわ。さあ次、ヨマワル、ルクシオ、ポッチャマ、シロナの覇気。かっこいい。これなんか芝みたいな役割のやつがね、気絶していたら8枚になる。で、マニューラ。またマニューラ出てきた。さあ残り、トレーナーズボックスは2パックです。さあ行きましょう。シンボラ、ミカルゲ、ミノムッチ。わあ、ボスの指令かぶってる。ちょっと待ってくれ。ああ、トルネロス。これはいいね。なんか絵柄が好き。で、出たとこサイクロンもね、手札からベンチに出した時に、相手のバトルポケモンをベンチポケモンと入れ替えると。まあ、穴抜けの紐みたいなやつよね。さあ、トレーナーズボックスはラスト。ビッパ、モーカザル、ナエトル、ギギギアル。ダブルターボエネルギー。はい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 。まあまあまあ、いいでしょう。じゃあちょっと一旦上の方整理するわ。いやーマジでちょっと V スター枠ここも取れてないのは痛いんで、さすがに SR 出たとしてもここの10パックで V スターを引いておきたい。アルセウス来てくれ。スターバースじゃなくなるから。行きましょう。ヘイガニー、チリーン、リオル、ハマナのバックアップ、いいね。でヒードラン。ヒードランめっちゃ出てくんな。マジで、マジで。SR 枠って言わんから、マジで、V スター枠が欲しい。ニューラー、嘆き、おー、ガブリアス。いいね、いいね、いいね。ダイノーズ。まあ、持ってないカードがほとんどなんで、まあ、持ってないカードばっかなんで、これはね、最初はめちゃくちゃ楽しんで弾けるんやけれども、V スターが欲しいです。ブーバー、パチリス、ギギギアル、で、ピクシー。いやー、マジで、ちょっと引き弱いなー。さあ行きましょう。クマシュン、ミノムッチ、ヤジロン、アールカリオ、でピクシー。めっちゃピクシー出てくるやん。さあもう残り少なくなってきたよ。バラパック24パック目やね。モーカザル、ピッピ、ゴビット、ガーメイル、チェレンの気配り。はいはいはい。キャンプファイヤーかー。他の欲しい、他の欲しい。エレブ、ナエトル、フカマル、こだわりベルト、いいね。で、レントラ。あ、このレントラね、俺めっちゃ気になってるんよ。相手の場のポケモンについてるエネルギーの数かける50ダメージということで、まあ、黒馬対策とかめっちゃできるんじゃないかなって思ってる。で、1エネで両方とも技打てるっていうのもあるんで、これさ、自分のベンチポケモンにも30ダメージって書いてあるけど、マナフィー置いてたら食らわへんのかな？そこら辺気になるんよね。で、こだわりベルトは、まあ、V ポケモンへのダメージがプラス30ということで、これはね、マジで強い。さあ残り4パック見ていきましょう。マジで何も出えへんねんけど。ブイゼル、ムックル、サマヨール、キャンプファイヤー、おいデゴルーグめっちゃキャンプファイヤーやんけ。さあ次、シザリガ、ナッシ、チリーン、エンペルト、マジで、でマナフィ。俺バラパックで引いたやつめちゃくちゃ運悪いねんけど。はい、ヘイガニー、ニューラ、打撃、ハイパーボール、ベトベトン。マジか、あと1パックやで。こっちの10パックからさ、ダブルレア1枚も出てないの、やばない。さあ行きましょう。ビッパー、ベトベター、ヒコザル。あ、マジか、博士の研究、キノガッサー。ということで、V スター枠なし。やばい。ちょっと待ってくれ。せっかく、これ1個目にあげようと思ってたんやけれど、V スター枠なしはやばいやろ。これ1個目にあげよう。まあこれがね、人生ってもんよ。キャンプファイヤーでね、SR ギリ取れたっていうのは良かったかな。ちょっと次のボックス動画でマジで V スターめちゃくちゃ当てます。めちゃくちゃ当てます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。悔しい。